みなさんこんにちは、東京 MTG のカイです。 Hey everyone, it's Kai from Tokyo MTG。 本日のテーマは The Ultimate How to Win a GP Guide by Kai Sawatari、 もしくは Sawatari Kai の GP 優勝のやり方すべてをぶっ殺しガイドです。はい、この間プラハとコランバスで同時にレガシー GP が開催されました。私カイ・サワタリも日本から飛んでいって実際優勝しました、 GP プラハを。まあ写真見れば間違いないんですけれども、しかしあなたもできます。あなたも、あなたも。でもカイさん、私 GP 優勝したことないんですよね。無理じゃないですかね。違います、あなたもできます。これから僕が優勝をするための3つのステップを紹介していきたいと思います。いきましょう。ステップ1、強いデッキを作ろう。まあ、少なくても強いカードを4枚デッキに入れましょう。僕のおすすめはダークリチュアル4枚です。でももしお金がなければカバールリチュアル4枚でも大丈夫です。でもしお金が死ぬほどあったらダークリチュアル4とカバールリチュアル4でも構いません。僕はそれを最強の盛り合わせと呼んでます。ステップ2、ワークアウト。フィーチャーマッチに出たり優勝の写真に載るためには綺麗な体を作っていかないといけません。できれば GP の1年前から始めるのがおすすめです。頑張りましょう、毎日頑張りましょう。ステップ3、睡眠。なぜかって、まあ基本的に寝ないよりも寝た方がいいと思うし、あとまあ GP 中で寝ないように。準備は OK? GP Let's go。 自分にとって GP の一番の楽しみはロードトリップということなんですよね。つまり友達と一緒に車に乗って GP への長い旅を始めること。なぜいいかというと、現地でも世界中の友達ができることと、もちろん今まで知らなかった言語にもチャレンジ。Hi, I'm Kai Sawatari. Four first day three. GP 前の観光ももちろん大切。あと時間があるときに友達や家族と一緒に美味しい料理も食べること。まあ GP 前のリラックスは大事っすよね。はい、じゃあいよいよ GP の本戦が始まりました。これから沢渡り優勝を見せてあげます。どうぞ。最終的に僕の代わりにスペイン出身のロドリゴ・トゴレスが同じダーク・リチュアル・カバール・リチュアルを使って優勝しました。おめでとうございます。でも心配しないでください、次回の GP は僕が優勝しますので。ではせっかくなので僕のレガシーストームレシピを紹介していきたいと思います。メインで目立つのがクロモックスと黄物の雨です。なぜかというと青くないデッキに追加のスピードが欲しいからです。
ついでにパーストインフレームスの2枚、それはカウンターに負けたくないからです。わかりやすいっすよね。サイドボードの2枚のカーペットフラワーズは青いデルバーデッキの用、チェーンウェイパーとアブラプトディケイはチャリスやガドクティーグを破壊するため、プラスターストーブと洗剤スティワイニングトップはミラー用で、追加の4枚のストームスペルはミラクル専用のカードとなります。皆さんもぜひこのレシピを試してみてください。 GP コランバスと GP プラハで今回特に結果を残したのはミラクル、エルドラージー、グリクシス・デルバーとカスケード BUG の4つのデッキだったので、今年の11月に千葉で開催されるレガシー GP のために皆さんもぜひ強いデッキを組んでください。もしストームであればいつでも僕にいろいろ聞いてくださいね。クイッククエスチョンタイム。本日の質問はこちら。約束された週末、エムラクール。I love this. I love エムラクール。エムラクール。約束された週末、エムラクールですね。エムラクール、The Promised End。約束された週末、エムラクール。エムラクール、The Promised End。これが海外 MTG でしたが、いかがでしたか？これからこのシリーズが毎月アップされるんですけれども、次回もまた楽しみにしてくださいね。あとは東京 MTG ヴィンテージオープンやボックスオープニングのビデオもありますので、そこも見てくださいね。まあ気に入ってくれたらライクやコメントまたはチャンネル登録もお願いします。以上、東京 MTG の回でした。 See you guys! This was Kai from Tokyo MTG. Thank you!